えー、それではあの日本大学大学院総合社会情報研究科の入学説明会を始めさせていただきたいと思います。えー、改めまして、えー、私はこちらの大学院の国際情報専攻の主任をしております加藤と申します。よろしくお願いします。えー、前半部分はですね私の方から大学院全体の学びについてご説明をさせていただきます。えー、こちらについてご確認いただければと思います。 まず私ども大学院の特徴ということで7つのポイントに絞って説明をさせていただきたいと思います。私ども大学院ですね1999年の4月に 日本で最初の通信制大学院、数校あるんですけれども、数校を同時開設ということで、1999年4月に最初の通信制大学院として開設をいたしました。で、昨今、コロナ禍ということで、いろいろな形のリモート教育、行われておりますけれども、20年を超える実績に基づいてです、ね、いろいろな遠隔教育のノウハウがありますので、そのノウハウを生かした形で、こちらの大学院の学習指導を行っていく。 という形にしておりますで、えー、大きく言うと、そのノウハウ、ポイントというところでいくと、在宅学習というところと個別指導の組み合わせというのがあ一つの大きな特徴だと思っております。でえー、在宅学習に関しましては、まあ、科目立修であれ、えー、論文作成であれ、えーまあ、在宅で、えー、取り組んでいただくというところですけれども、特に、まあ、科目立修に関しては、えー、当初のところでですね、えー、教員の方から、あーまあ、 課題を設定してですね、その課題に基づいて、レポート提出を介する形で、取り組んでいただくというのが基本的な形式となっております。研究論文の作成に関しましては、ネットとリアルを組み合わせるという形でゼミ教員、ゼミ指導教員が個別指導をするという形にしています。この在宅学習と個別の指導というのを組み合わせるにあたって、 まあ皆様方ですね、大学院にで履修して、いただく方々の仕事とか家事とか、そういった生活等のリズムに合わせて、その間をうまく縫う形で学習を深めていただくことができる、そういう学習の指導の仕方というのをお勧め、提供させていただくということで、やらせていただいております。 でえー、先ほども少し触れましたけれども個別指導ということに関しましてはあ、まあ、ネット遠隔を活用しながらということでやっているわけですけれどもお逆にこう 講義室に入って皆様に対して一斉にやるという形ではないので、メール、ウェブ会議システム、あるいはこちら、今、市ヶ谷にやりますけれども、市ヶ谷のキャンパスに個別に来ていただいて、科目の指導であれ、論文の指導であれというものを一人一人の関心の深さ、習得レベルに応じて指示、指導をしていくということをやっております。これはあの、 論文指導に関しましては、それぞれの論文テーマがありますので、その論文テーマに沿った形での指導というのは当然ですけれども、科目履修に関しましても、それぞれの理解度の状況に応じて、追加的にこの辺りを、この辺りの まあ、テキストを読んだらどうかとか、追加的な資料を考えたらどうかというようなことの指示なんかもさせていただくと、その人の興味の深さ、理解度の状況というに応じた指導をー科目、履修においてもさせていただいているというところでございます。 で冒頭にも申しましたけれども生活スタイルに合わせた指導ということでこちらの20年にを超えるです、ね、遠隔教育のいろんなノウハウというのを活用していく中でそれぞれの学生さんのです、ね、生活リズムとか仕事の取り組み方とかいろんな パターンをこれまで見てきているということもありますので、そ,のそれぞれの生活スタイル、生活リズムに合わせて、えー、どのタイミングでどういう形で、えー、研究に取り組むのか、あーまあ、実験であったり、アンケートであったりというようなことを取るのであれば、このタイミングまでにやっておかなければいけないというようなことなど、ですね、えー、2年間で修士論文を書き上げるために、どこで、えーまあ、あ注力的にやるのかというメリハリをある程度考えながら、あー皆さんが。あ 研究をを進めててていいいいいいけるるよううな指導をさせていただいているというところでございま,すまあそれぞれこう全体として捉えるのではなくて個別で捉えていくということになるので個別の方々の生活スタイルというものをまあいろいろとご相談いただければそれに合わせた指導スタイルで対応させていただくということを考えておりますというところです。 で学びのスタイルとしてですね、スクーリングというのが一つあります。えーまあ、冒頭から申し,上げます申し上げておりますように、遠隔教育が基本というところではございますけれども、お全くみんなが集まるということがない。 という状況かというとそうではなくて、えー、原則としては2年間修士課程2年間の間に1回必修科目としてスクーリングを受講していただくということになっております。で、えー、まあこちら原則としてはこちらの一概のキャンパスの方に来ていただいて、えー、15コマ相当のスクーリングを受講していただくということになります。 ただ原則としてと申し上げましたのは足元ですね昨年度および今年度についてはコロナ禍の影響がありましたのでこのスクーリングもオンラインネット上で行うということをしましたリアルのライブスクーリングだったりオンデマンドの教材を利用していただくというようなことを併せて まあ皆さんに学習をしていいいたただというとうころですでこちらのスクーリングで学ぶこととしてはですね、えー、一つは終始でいくと2年間の間に、えー、研究し論文を書いていただくということですけどもその研究論文を書いていくにあたって、えーまあ、気をつけなければいけない点、えー、これは必ずやらなければいけない点というようなポイントをですね、えー、教えさせていただます。 ご指導させていいただくというとうころのコマが半分ありますでもうあと残りの半分は国際情報専攻、文化情報専攻、人間科学専攻という形で選考ごとに分かれて選考の特徴のある主要な科目について受講していただくということで自分の興味のある履修している科目以外のところの専攻の科目も見ていただくことによってですね少し 論文作成にあたってのアイディア・材料などを入手していただければと思っているところですあとスクーリングの中でですねグループワークという形で一人一人が学んでいるだけじゃなくて一緒に学んでいる仲間との意見交換をする時間というのを作っておりますま 遠隔教育ということなので、どうしても1人で学んでいるという感じになってしまいがちなんですけれども、それを避けるように、仲間は今、どんな感じで進んでいるのかなというのを理解し、まあ、同じようなテーマを学んでいるようなものであれば、情報交換ができるような場の設定というものも、このスクリーニングの時間の中でさせていただいているというところです。 でキャンパスについてはですね、先ほどもちょっと言いました市ヶ谷のキャンパスということで、こちら市ヶ谷駅と四谷駅の間ぐらいになるんですけれども、こちらに通信教育部3号館という建物があります。この3号館の中にこちらの大学院のま研究室、教員の研究室があり、まゼミ等行う 会議室ゼミルームもあるという状況になっておりますので、何かあったときにですね、教員の直接指導を受けたいな、ゼミをに参加するというようなことになった場合には、リアルで参加するということになった場合には、この市ヶ谷のキャンパスの方に来ていただくということになります。まあ、場所的にはですね、中央総武線の市谷駅のすぐ近くということなので、非常にいい地のりのいいところにありますので、ご活用いただけるのではないかと思います。 次サイバーゼミに関してですけれどもお、まあ、遠隔教育をやってますということで、えー、申し上げましたで、あのー、いろんな今現時点でいうと大学院大学がネットでの講義を行っているということですけれども私の場合サイバーゼミという形で、えー、現実に東京に住んでらっしゃる方東京近郊に住んでらっしゃる方だけじゃなくて、えー、地方に住んでいて、えー、まあ 学習したいという方さらには海外に住んでいらっしゃる方も同時にウェブ会議に接続するという形で一度に対してゼミを受講するということができるようになっていますあのリアルの学習をベースとしてということになると東京近郊というところ以外からの入学者というのがなかなか参加しにくい状況になるんですけども もともと遠隔教育をベースとしているということがありますので、えー、かねてより幅広く地方海外というところから入学者がいるという状況ですのでそれをうまく活用して、えー、まあズームズーム今これ使っているズームをサイバーゼミでも利用するんですけども利用することで、えー、まあ 思いをきちんと共有しながら学習を続けられるという仕組みを作らせていただいているというところです。で、7つ目のポイントですね、学生同士のつながりということで書かせていただきました。あのリアルでキャンパスに集まって学習するということの中から得られる学生同士のつながりというのは、もちろんこういう。 学びという場での一つの大きな財産になってくると思いますけれども、こちら私どもの通信世代学院ということではありますけれども、これまでの学生たちの様子というものを見ておりますと、特別研究の指導教員とのつながり、あとは学生同士の横のつながりというのは非常に深い状況になっていると思います。割合にあの多様なな考えを持ちながら 年齢層も幅広く住んでいる場所も幅広い方々っていうのが一度に介する形になりますので自分が気がついていないようなことを情報共有できるという意味で思いのほか深いつながりができているケースっていうのをよく見かけているというところです。で現時点オンラインでの交流が中心ですけれどもコロナ禍が収束した後 になった場合にですね来年度、再来年度収束した場合には市ヶ谷で仲間と集っていろいろなやり取りができる。 のではないいかと思っていますでその一度に集まってということの一つのパターンとしては、えー、毎年1回10月にオープン大学院というものを大学院行事として行っておりますので先ほど述べた同級生が集まるスクーリングとともに少し修了生なんかも交えた形でネットワークを作っていくオープン大学院も活用できるかなと思います。あとははゼミの中では これもゼミによるんですけれども、ゼミの中では夏休みに合宿を行う、日大の施設が軽井沢の方にありますので、軽井沢の施設を利用して合宿を行って、ゼミ生同士の親睦を高めるということをしているゼミもあるというところです。以上まあ 7つのポイントということでお示ししましたけれども、ベース通信制大学院ですということなので、時間をうまく活用しながら学びを続けることができるというのが非常に大きな特徴の1つというのは、まあ、ご理解いただけるかと思います。で、さらにじゃあ、そういう通信制なので、えー、全くなんですかね、えー 自分の家で一人ぼっちで学んでいくという形になってしまうかというとそうではなくていろんな形で学生同士教員との間のつながりネットワーク作りができるようにということも、まあ、心がけて仕組みとして作っておりますので。 なかなか一人で勉強を続けるっていうのは辛いところもあるかと思いますけれどもそういう一人ぼっちにならないようにみんなで声をかけながら学習を続けられるような仕組み作りをさせていただいておりますのでそれをご活用いただければ良いかなと思っております。以上がまず最初7つのポイントというところですねで続きましてそれぞれの先行の概略を簡単にお話しさせていただきます。こちらはあの ホームページ等を活用いただく、ないしは専攻の,の先生なんかに直接お話を聞いていただく方が良いので、本当にざっくりとしたご説明だけをさせていただければと思います。えー 前期課程に3つの専攻があり後期、博士後期課程ということで一、えー、つまとまった専攻があるというのが私どもの大学院の、まあ、構成という形になっています。まず一つ目、国際情報専攻というところには、えー、経営経済コースとー国際関係政治コースという2つのコースがあります。経営経済コースに関しましては、まあ、いわゆる まあ、MBA と言わ,れて言われるような専門職大学院の学びである経営学分野の基礎スキルというものを開講しているということに加えてファミリービジネスであったり地方創生であったりあとはグローバルな国際分業経済開発こういったものを 科目ととししてて開講いいるという状況です国際関係政治コースに関しましては国際的な協調の概念であと今非常に話題になっている SDGs についての学びをしていただけるように科目を開講しています。であとは日本にとって非常に重要な問題である中国の軍事戦略についてということも開講しておりますので。 グローバルな視点での研究に取り組みたい方は国際関係政治コースというのがありますというところですで。続きまして文化情報コース。こちらは文化研究コースと言語学研究コースの2つのコースがあります。で文化研究コースというのはいわゆる文学部的なものですけれども、文学、演劇、映像、メディア。 などなどさまざまな文化について学びをしていただくというところです。あと特徴的なところとしては翻訳の理論と実践、多様な文化間の情報伝達や相互理解というものを、まあ、特徴的な科目として開講しているというところです。言語学研究コースこちらはあの、まあ 日本語教育です、ねえー、を中心として、言語学習、教育についての最新の理論というものを踏まえて、えー、いろいろな ICT を活用したあ言語指導学習方法をお、ま、提供させてあ、一緒に学んでいくということをしております。で日本語教育学、言語テスト、英語教育学などということで、えー、科目開講していること,なんということなので、比較的、まあ、現役のお 教員の方などがさらに深い研究指導の方法というものを学びたいということで入学をしていただいている方が多いというのがこちらの言語学研究コースというところです。続きまして3つ目ですね人間科学専攻ということでこちらは5つコースがありまして哲学コース心理学コース教育学コースと医療・健康科学コーススポーツ科学コースと。 いう五つのコースで人間科学専攻は解説させていただいています。哲学コースはまあまさに哲学ということですけれども。 えーまあ、人間の存在について十分な理解力を持った人材育成を目標とするということで科目を解説しています。心理学に関しては、まあ、産業組織心理学の試験からということで、えーまあ、いろいろなあの人間関係における問題等を取り扱う生活などの場で起こる問題を解決できるような人材を育成するというのを目的として解説をさせていただいているコースということです。 教育学コース、こちらは今です、ね、あの社会的に非常に教育の見直しということがあ、先ほど言われても政府であり、産業界の方からいろんな形で言われておりますけれども、その着目の高い教育の取り組み方ということについて、えー、多様な切り口ですね、教育方法、教育思想、教育心理などなどというところからの研究を取り組んでいただきたいということで、えー、科目設定をさせていただいております。 次の,人間あの医療健康科学コースに関しましては、まあ、健康の問題ということは、まあ、常に我々切っても切れないところ、まあ、こうう今のコロナ禍の環境の中で身体的な健康精神的な健康いろんな意味での健康というのがあるかと思いますけれどもそれをきちんと 実現させていくような科学的な知識を身につけて、えー、まあ、クオリティオブライフの向上を追求する、そういうことができるようなあ指導をさせていただいているというのが、医療健康科学コースです。スポーツ科学コース、こちらは、あの実際、こちらのスポーツ科学コースに、 で学習している方の中には今回の東京オリンピックの選手として参加している方なんかもいらっしゃいましたけれどもお、まあ、スポーツ運動学、スポーツ医学、スポーツ心理学、コーチングということで実際のスポーツ選手およびそれをリタイアした後のスポーツ指導をどういうふうに取り組んでいくのかというようなことを学ぶためにコースを開設しているというのがあスポーツ科学コースというところにであります。ここまでがあの 全期課程、いわゆる修士課程ですね、修士課程として解説している3選考で、それぞれ2コース、2コース、5コースということのトータル9コースのコース設計、選考設計ということになっております。で、後期課程に関しては1つの選考で、今挙げた3つの選考のアドバンストとしたところということで、国際情報文化 国際情報分野、文化情報分野、人間科学分野という形の3つの分野に分けて、えー、博士後期課程ということで、えー、先行解説しております、えー、細かなところはすみません見ていただければと思いますけれどもおまあ、前期課程のところで申し上げたところのさらに研究を深めていきたいという方があ進学していただいているというのが多いのがこちらの博士後期課程というところになります すみませんで、えー、すまません、こ,こからですね、博士前期課程、えー、後期課程を志望していらっしゃる方もいらっしゃるといで、後期課程を志望して参加していただいている方もいらっしゃるかと思いますけれども、前期課程の学び方というところに絞って、えー、ご説明をさせていただきたいと思います。 前期課程の2年間ですね、入学から終了までの2年間の学びということで考えますと、上のカレンダーで示しておりますとおり、1年生の4月から2年生の3月までかけて学んでいくということになるわけですね。で、こちらの4月入学した後どんな科目を選択するのかというのをある程度見極めた上で、 先ほど7つのポイントの中で挙げましたスクーリングですね。みんな一緒に研究の仕方について情報を共有しようというスクーリングを5月に行います。で、その後研究指導の先生なんかといろいろ話をしながら、論文の作成についての取っかかりを考えていくという期間を経て進めていくと。で、修士論文の書き方のところについては、 次の項で説明させていただきますので、それ以外も含めた表示でお話をさせていただきますと、えー、前期の間にレポートをいくつか書いていただくわけですけれども、そのレポートの提出期限が9月にやってきます。 1>, 1年生はレポートの作成にかなり追われる状況になりますけれども、まずは前期は9月までに書いてくださいとで。後期に関しては1月、ちょっと後期のほうが期間が短くなるんですけれども、年明け1月までに最終リポートを出してくださいと。この1年の間に前期と後期にリポートをそれぞれ出すということをして、単位を習得していただくということになります。 1>, で1年生の3月に次年度の履修登録をした後科目については同様に9月と1月にリポート提出期限がありますのでそれを出していただくということになるんですけれどもそれに合わせて2年生になりますと修士論文の作成というのが非常に重要な取り組みになっていきます。 で6月に論文題目の届けで10月に発表会で1月に最終の面接諮問が来ますよということになってその間に12月から1月というところで論文の提出をしていただくことになります。でこれでうまくパスすれば2年生の3月に晴れて終了ということで修士の学位をまあ 授与させていいただくというののが2年間の流れです今ちょっとスキップさせていただきました特別研究修士論文の取り組みについてということで、えー、もう一度確認でお話をさせていただきたいと思います。まずあのこちらの大学にです、ね、入学する前の時点で、えー、研究指導を希望する教員と事前相談をしていただいてどのようなテーマで研究に取り組んでいきたいのかということのまあ ある程度の方向性を、まあ、情報共有していただくというのから始まります。えー、入学時にどういう研究をするのかというのをある程度決めて入学するというのがこちらの大学院の今の進め方ですので、えー、ある意味では入学する前に修士論文の作成、研究取り組みというのがスタートするということになるわけですね。で、えー、で実際に入学しました。 ということになりましたら前期をかけて研究指導の先生と話としながらしっかりとした研究計画書というものを作成していただきます。これがまあ一つの課題として提出していただくということにしております。で、大体8月9月研究計画っていうのが固まったということになりましたら、その後、実際に インタビューをしたり先行研究を読んだり実験をしたりということをして個人研究に取り組んでいただくということになります。で2年生の10月に中間発表会があるということでこれは任意ですけれどもできたらあの進捗状況を自分でコントロールする意味でも2年の10月を一つの目処としてですね研究に取り組んでいただくといいかなと思ってます。ののののゼミはその10月の前の時点 9月8月というところで、倉庫を1回出してくださいというふうに指示される。これは、ゼミの先生と話をしていただいてということですけども、指示されるということになろうかと思います。ですので、イメージでいくと、1年生の8月9月から2年生の8月9月ぐらいまでの1年間かけて、まずはアラゴナ市の書庫を作り上げていくというのが、一つの修士論文作成の。 期間の取り組み方ということになろうかなと思いますで、10月に中間発表した後は 12月までかけてその内容をブラッシュアップしていくということで最終,校最終校の案を作成して12月に教員指導教員とよく揉んでいくという話になりますで。最終的には2年生の1月ですね年明け後早々ですけれども最終校を提出していただくということになります。でその最終校に基づいて2年生の1月の後半下旬です、ね、に面接諮問を行って えー、3月に修士という形での学位を授与させていただくこちらが、えー、特別研究修士論文の取り組みという形になりますでこの私どもの大学院としてはこの学位論文修士論文というものを作成していくっていうのがあ、まあ、最大の目的であり達成感を得られるものとして、えー、中心的に指導させていただくということになっていますいろんなあの 科目を履修していくっていうのはあるんですけども科目履修を通じても一つの自分が入学時に考えていた研究テーマに基づいた論文作成というものをしっかり彫り込んで一つの成果物として作り上げていくこれを大きな目的として大学院の方に入っていただきたいなというふうに考えておる次第ですでこの修士論文を書いていく以外に 科目を履修していくということになるんですけれども、2つあります、必修科目と選択科目という形に分かれています。必修科目については、先ほども少し触れたスクーリングの中でですね、スクーリングに参加していろいろと学んで、それについてのレポートを書くというところが半分ですね、半分はその部分がす。 必修科目の単位の構成部分になって残りの半分は各選考ごとに異なる選考、まあ、において特徴的な課題が出されておりますのでそれを学んでいただくとそれを行うことで、えー、必修の4単位を取っていただくということになりますその他の必修単位はあ特別研究ですねゼミ活動を行って収支論文を提出するこちらの方で6単位を取っていただくということで必修としてはあ 共通科目と特別研究の10単位ということになります。選択科目というところについては、えー、各選考ごとに、選考別の説明のところで紹介あるかなと思いますけれども、各選考ごとに20から30ぐらい科目が開講されております。コースをまたいでも構いませんので、その選考単位で開講されている科目の中から、 自分の研究テーマに関連した科目を5科目20単位以上、履修して単位を獲得していただくというのが終了要件という形になります。で、1年間で取ることができる科目が4科目までということにしていますので、2年生の時に1科目ないし2科目残るような形で、2年間かけて選択科目を取っていただくというのが。 私どもの方の科目の履修のパターンという形になっています。まとめますと、必修科目としてスクーリング等も含めた共通科目を取っていただくということと、修士論文を書いていくためのゼミでの学び、特別研究というところを取り組んでいただく、これが4単位と6単位の10単位、あと選択科目のところで5科目履修していただいて20単位。 合計の30単位を取ることで終、えーまあ、了要件を満たすということになっておりますというのがあ科目の選択というところになります。 ええー、今いろいろ申し上げてきた中で修士、えー、論文を書いていくことが非常に大事であると修士論文を書いていくにあたって、えーまあ、指導教員とよく話をしながら進めていくというのが大事であるということで話をしましたで、えー、じゃあその自分が研究したいと思っている領域の先生がいるのかないないのかなこの先生だったらどんな感じで自分が学ぶことができるのかなというようなことを いいいいいろろろ探していただくとととううことになろうかと思いますでその探し方のところについて、えーまあ、あ私どもとしてはこんな感じで情報提供させていただいておりますということをお話をさせていただきたいと思います。今あの大学院のホームページの方に画面を切り替えました。 大学院のホームページの中でですね、あ中でですねあの、こちらの教員紹介というところで、各選考ごとに選んでいただくと、私、国際情報専攻なので、国際情報専攻というところを選んでいただくと、このページが出てきます。文化情報ですと、一番冒頭に清水先生が出てきてという形で、先生たちの顔写真入りで、 どんな科目が開講されているのかっていうのをどんな先生が特別研究を開講しているのかっていうのを見ることができるかと思います。で、教、え、室、ー、ながら私のところでご説明をさせていただきたいと思いますけれども、それぞれの先生の中でこの特別研究 という形で書いている、書かれているところですね。この特別研究というのが書かれている先生があ特別研究を開講している先生ということになりますので、例えば、品ト先生はあ科目開講してますけど、特別研究を開講してないので、その先生はあ指導教員にはなれませんねっていうようなことが、これで見ていただいて、えー、確認してください。でえー、例えば、私、加藤をどんな人間かなというのを見ていただくときには、このプロフィールというのを けけていいただければと思いますでこのプロフィールの中でこの専門分野特別研究の研究領域この辺りを見ていただいて自分が研究で取り組みたいなと思っている内容に近い研究テーマをこの先生は取り上げているのかなどうかなっていうのを見てくださいいろんなここにメッセージも書かれたりしておりますのでそのメッセージも合わせて確認してもらえればと思います。 でその次にですね、その先生の、まあ、学歴はあれですけども、職歴とか著書とか学術論文とかっていうのが書かれてます。で、えー、このあたりの著書、学術論文等を取りまとめる形で、こういう形の研究領域ですというふうに書いていますけれども、もうちょっと深く知りたいなと思ったら、この下の方で、えー、どんなテーマで、えー、最近論文、著書を書いているのかっていうのを見ていただけるかと思います。 でこの後との見て自分の取り組みたいと思っている研究領域とおその先生がやってらっしゃる研究領域が重なる部分があるのかどうかっていうのを見ていただくっていうのがまずはあ出発点ですね。でその上であのこの特別研究の指導および研究のポイント特別研究の進め方っていう形の中にその先生があゼミ指導学生指導をどういうふうにやっていこうと思っているのかっていうのが いろいろ書かれておりますので、えー、ここを見てですね、えー、自分の学びたいと思っている学び方あ、まあ、フィーリングが合うかどうかっていうのを少し確認してもらえればと思います。まあ、字で書かれているところなんで、なかなかわかりにくいですけれども、それでもそれぞれ書いている先生にやっると特徴がありますので、このポイント、進め方というのを見て、あの 自分とフィーリングが合うのかっていうのを確認していただく。これがまあ大事かなと思います。あの、合わない、感覚が合わないということになると、なかなか後で、えー、辛くなってくることがありますので、この辺の先生たちのメッセージですね、それをうまくう汲み取ってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、えー、元に戻してですね、で、えー、今申し上げたところ、こちらの 3 3つのポイントで見てください,っていうのを書きましたでじゃあそうやって見ていってどうも自分がやりたいなと思ってるのとおばっちりい合ってるうという研究領域の先生がいないなっていうふうになった場合いあると思います。でそれについてはですねあの非常に限られたあスペースの中で、えー、皆さん書いていらっしゃるので。えー 全部が全部書かれてるわけじゃないんですね。なので、えー、その先生が過去にいろいろな学生と接したり、いろんな、あのー、研究プロフィールの中で、いろんなあステップの中で、えー、取り組まれてる研究テーマなんかもありますので、えー、自分はこんなことを興味持ってるんだけれども、どうだろうかというようなことを一回聞いてみてもらえるといいかなと思います。で、そうすると、あそれは私ができるよとか、あそれは、あのー 私はできないけど、この先生ならあなたがやりたいと思っている内容について指導した実績があるよという,ようなことを助言していただけると思いますので、一回あのとりあえずドアノックしていただくといいかなと書かれている内容でちょっとこれはというふうに諦めずにもう一回あの今やりたいなと思ってらっしゃる方はもう一度直接話をするというところまでできたら進めていただけるといいと思います。あの先生方 書かれている内容以上に幅広い知見を持ってらっしゃる先生方ばかりですのでその中で皆さんの研究に対して有効な有意義な上限アドバイスがいただけるかと思いますのでぜひ全く遠慮すること遠慮っていうのかな躊躇することなくアプローチしていただいて結構ですのでよろしくお願いします。ただまあ、パターンとととしてはということで この3つのポイントで、えー、見ていただくと、まあ、最初のイメージは作りやすいですよということですね。でその上で、えー、それでもちょっとと思ったらこういう風なところで調べて、えー、ちょっと違うかなと思うんですけどもどうでしょうかっていうような相談をしていただけると、あのー、それぞれ非常に親身になって、えー、お話聞いてくださると思いますのでよろしくお願いします。で少しあのここまでが大学の特徴的なところでお話を進めさせていただきました。 であと、ですね実務的なところを少し話を続けさせていただきたいと思います。募集人数等につきましては、まず、博士前期課程はですね3回試験を行います。で、まあ、トータル30名、えーあ、各選考ごとに30名、えー、合計90名というのを、博士前期課程としては募集しているということです。で一応は 1>, 1機が10名2機が10名で3期が、まあ、あそのお若干名、えー、補足部分というような感じになるということですけども。 10名超えたら全員、あの10名以上取らないかというと、そういうことではないので、えー、その水準を満たしていれば、第1件の時に10名以上取る可能性もありますし、それは一応、目処置として10、20と書いているというふうに見てください。博士後期課程については、3分野ですね、合わせて9名というのを定員として、閣、え、議、ー、させていただいております。 で試験日程に関しましては、まず第1期の試験が11月の7日にあります。博士前期課程については 試験科目については英語と小論文と口実諮問ということになっておりますけれども、英語については免除条件がありますので、こちらはあの案内の方でご確認いただければと思います。社会人経験があられる方については、多くの場合、免除対象になる可能性がありますので、ご確認いただければと思います。この11月7日の入学試験に対しての出願期間が10月の18日から10月の29日と。 ということになっております今が8月の14日ですので、えー、2ヶ月後ですね2ヶ月後ぐらいまで2ヶ月後にまあ出願期間が始まるというふうに考えてください。でじゃあこの2ヶ月の間にということでいくと事前相談というのを皆さん是非受けて是非というか必ず受けていただきたいということで。あの 研究の修士論文を書いていく上でということで、えー、入学する前に始まってますというふうに申し上げた研究テーマの確認というところを、この事前相談というところで行っていきますので、出願前にあの自分はこういう内容で研究をするということを相談し、ちゃんとフィットするかの確認をしてください。でえーまあ、望ましいのは、あの 従来でいくと面談という形で、えー、行ってたんですけども今こういう環境なので、えーまあ、Zoom 等を活用したあネット面談ないしはメールでの情報交換電話というような形になってもやむを得ないと思いますけども必ず事前にコミュニケーションを取って、えー、研究計画書を作成するというふうにしてください。 10月29日までの出願期間の直前まで、です、ね、10月29日を事前相談締め切り日というふうにしておりますので、えーまあ、迷っていて、えー、もまあギリギリまでお受けさせていただきますということです。で、合格発表が11月の15日で、えー、その後と10日前後が入学手続き期間という形になります。 第2期につきましては、ちょっと細かくは説明しませんけれども、第2期につきましては、えー、2月5日ですね、来年の2月5日が入学試験日ということになりますので、それに先立って、えー、事前相談を受けて出願をしていただければと思います。で第3期、こちらは3月の5日土曜日ですね、えー、出願期間が2月の21から25日となっております、えー。2期と3期の間、あまり間がない状況なので、 いろんなあの日程の都合等で、えー、2期3期どちらかを選んで、えー、アプローチしていただければあいいかなというふうに考えております。 で後期課程に関しましては、2月の19日あ、すみません、日という字が抜けてしまいましたが、2月の19日の土曜日に入学試験を行います。こちらについては、英語、小論文、口述詞も、こちら、英語は免除条件ありませんので、皆さん、英語を受けていただくという形になりますで。1月の終わりから出願期間ということで、その1月の終わりまでに事前相談を必ず受けて、えー、研究計画を確認をしてくださいということにしております。 でこのまあ、それぞれの出願期間の際に提出しなければいけない書類ということですけれども入学志願書、履歴書、研究計画書こちらはホームページの方に書式がありますのでそれをダウンロードして使用していただければと思います。でその中で研究計画書に関しましまては あの先ほど来申し上げている事前相談の中で、えー、いろいろと話をして、えー、その話をした内容に基づいて、えー、皆さんの方で、えー ワードで1000から1200字程度で書いていただければと思います。手書きで書いていただいても構いませんし、ワードで書いてそれを貼り付けるという形式でも結構ですので、必ず出願書類の中に事前相談済みの内容の研究計画書を入れて提出をしてください。それ以外に大学の卒業証明書、または卒業見込み証明書を あとは成績証明書、原本等ですね。で、大学卒業以外の方の場合に、いろんな条件がいくつかあるんですけれども、出願資格を審査した上で、出願資格があるというふうに認められた場合には、この大学の卒業証明書等がなくて、専門学校とか高校とか、その他の教育機関の修了証明書とともに出していただくということになります。 で入学金学費等に関しましては博士前期はあー、まあ、トータルまあ180万ちょっとという形ですね。で、えー、日本大学を卒業された方は入学金を免除になりますので20万免除になるというところです。 でその他にまあ実費としてテキストとかパソコンとか交通費、こういったものは皆様ご負担いただくことになろうかと思いますというとことですね。でこの同じ180万前後 の授業料で2年ではなくて3年間かけて3年に分けて長期を履修するというような制度もあります。これは、まあ、あの誰でもということではなくて長期かけなければ履修ができないというような事情を確認させていただいた上で最初から3年間かけて履修するということで取り組んでいただくというのも方法としては可能ですというところです。 1>, まあ1年間あたり大体いい75、6万、76、77万というところで、えー、初年度は入学金が20万ベッかかりますというのが、博士後期家庭のお入学金プラス学費などというところです。以上が大体いいのおご説明というところですで。最後に少しだけメッセージということなんですけれども、おまあ、皆さんあの、聞いたことがある。う ところかもしれませんけどもイギリスのですねリンダ・グラットンという教授が、まあ、人生百年時代の働き方生き方というようなことでライフシフトという、まあ、少し前にベストセラーになった本を出してますその中から少しメッセージ的に伝えたいなと思いました今は 私たちの人生が非常に長くなってきているということの中で、社会人人生が従来は50代まで60で終わりとかっていう状況になったのが、60以降もあと5年、10年、ないしは70以降まで、何らかの形で働く、ないしは社会に関わりを持ち続けるというような時代に我々は今直面していると思っています。でじゃあ 同じパターンでずっと長い期間働くということなのねというと、それだけではなくて、さらに大きな変化をどん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 ん働いている10年、20年の間に5年単位ぐらいで新しい技術進歩、新しい考え方に変わっていかなきゃいけないというような時代にもう直面していると、リンダ・グラットも数年前にこれ書いてますけど、今完全にもうそういう状況になっていると、AI だとか IoT だとかあ言われてきているという状況ですね。でまあ 日本の場合でいくとコロナの関係で働き方も大きく変わってきているという状況になってきていますので変化への対応を我々はしていかなきゃいけないという状況になっているわけですね。そうすると20代で学んだ大学時代に学んだ知識技術ということだけではやはりもう通用しないということでいろんなところでリカレント教育とかリスキル教育だとかいろんなことを 言われているようになっておりますけれども本当に重要な状況になってきているなと思います、まあ、少なくとも70まで現役で続けていくと働いていくということを考える場合に20代から50年間同じスキルだけでは無理なのでどこかで的確な能力開発を一回しっかり取り組む必要があるのではないかというのがリンダ・グラットンの、まあ、提示している主張ですでまさにその通りだなと思っています で要は絵で描くと、教育機関と仕事の機関と老後の機関という3つのステージで考えればよかった時代から、この仕事の機関というのがいくつものステージに分かれていく、まあ、欧米ではかねてからこうだったと言われてますけども、日本もかなり転職をしたり、同じ分野ではなくて違う分野に移ったりするというようなことが。 必要になってきている時代になってきておりますのでそこをうまく学び直しというような取り組みが必要なのではないかというふうに考えています、まあ、各有私ももともと銀行に就職してですね途中で、えー、まさにこちらの大学院で学び直しということをして今大学の教員という形に転職をしてきておるわけですけれどもそういうどこかで、えー、それまでのステージから違う政治チェをする あるステージにするための学び直しっていうのが必要になってきてると思いますのでその学び直しをし仕事を変えるないしは副業を走らせていく最後日本の線走ってるのは副業を走らせていくということで結果としてまあ65以降7070 70オーバーというところまでうまく長く人生で現役を過ごしていくというようなことが求められてるしまあ その方がきっと楽しいですよねというような状況になっているかと思いますので、ぜひ皆さんもですね、あの一回こちらの方にアクセスしていただいたということでもありますので、えー、少し取り組み方というものを検討していただけるとありがたいなというふうに考えておる次第です。まあ、皆さんあの、アプローチしていただいてですね、2022年4月からぜひ一緒に学ぶ仲間になる。 なっていただけるといいなということを感じております。え皆様の入学を心よりお待ちしております。ちょっと長くなりました。どうもありがとうございました。